さあ行ってみましょう。今日はこんな装備ですよ。入れるかね。誰かおるかな。いそうじゃないか。去年はね、一回ね、ボランティアの方がちょうど来てはったんでね、一緒に入らせてもらったんだけどね。さて、なんかだんだんいる場所が大きくなってるで、こんな感じすんねんけどね。前もっと狭かったような感じすんねんけど、どうなんだろう。これハワンでも入るんじゃないか、これ。あらあら。どうやって行きましょう。どうやって。これだったら余計ややこしいな。これ、すごいわ。よいしょ。ここはだいぶ広くなった。すごいね、やっぱりこれ。すごいね、これ。高っ。天井は4メートル以上あるかね。いやー、すごいすごい。初めて。前回来た時はね、いっぱいやったけど、ちょっとね、ちゃんと見れなかった。ああ、なんぼなんだ。1個、2個、3個やね。右の方は、うわあ、右の方も、すごいね、やっぱり。これはやっぱ大きいわ。せっかくよう残ってるもんね。鉄管の中、まあ何もないけどね。まあね、初めて来たんやけどね、初めて一人で入ったんやけど、すごいわやっぱり。いやー、これはすごい、すごいことですね。こんなような土砂がガーッと入ってるからね。うわー、すごいな、これ。ちょっとね、入り口が狭いもんでね。この石はどっから落ちたんだ、落ちたんじゃないんかね。これはすごい石を使ってますよ。これも掘ったんかね。うわ、ちょっと泣いてんね。これなんだ、これは。コウモリさんか。コウモリさんがおりましたか。コウモリがおりますね。邪魔したらいかんね、コウモリをね。よしよし。どうなんだろうね。天皇陵にしてはね、ちょっと色、削りが荒いような気がしないでもないんだけどね。まあちょっと早いからな。後のね、飛鳥時代の後の古墳はみんな綺麗やからね。こんな高かったんかな、この辺は。ということは、これはね、陵葬だよね。陵葬でございますね。
ああ、素晴らしい。これは、ね、来て、価値あるね。すごい。ここからちょっと狭いんですよ。土砂が流れ込んだんでね。頭を取るがね。ここは狭いわ。よいしょよいしょ。いや、素晴らしかった。はい、素晴らしいのでございました。どうしても一回ね、一人で入ったのね、気が済まねえね。前はちゃんと見れなんだよね。ああ、すごいすごい。張って、ドロドロでございます。ほらほら、ドロドロ。いやー、ちょっとね、前と比べてだいぶ広くなってますわ。いやー、最高やった。この石室はやっぱね、一回見とくべきやわ。すごいすごい。分調ちょっと上がってみましょうか。高っ。すごいね、これ。この辺がやっぱ一番噴上でございますか。これやっぱ塩噴火ね、ちょっと分かりづらいんだけど、宝噴の上に塩噴っていう感じもするけどね。はい、宝噴の上の塩噴やね、どう見ても。どうしましょうか。はいはい、ありがとうございました。若田が天王山古墳でございました。ありがとうございました。ここだろ、これね。だから角が4つあるから、宝墳の上に見えるかな、そんな感じかな。どっちだ、こっちか、こっちだ。ずいぶんやっぱり広くなってるね。前最初見た時と比べると、ずいぶん土砂が中に流れ込んだか。